JAXA によりますと、今夜20時9分ごろ、ISS 国際宇宙ステーション希望が日本付近を通過します。気になるお天気を見ていきますと、九州北部から中国地方、近畿、東日本では晴れて観測のチャンスがありそうです。また四国や東北、太平洋側では湿った空気の影響で沿岸部ほど雲が広がりやすくなります。観測は雲の隙間からとなりそうです。さらに梅雨前線の影響を受ける九州南部、そして低気圧が接近する北海道はそれぞれ雲が多くなります。観測のチャンスは難しそうです。ぜひ見ることができそうなエリアでは夜空を見上げてみてください。